で、まあ、がんってちょっと言ってますけど、がん細胞が増殖する一番大きな要因ってあるんですね。がん細胞がもしあったとして、で皆さんもできてますからね、がん細胞で僕もできてますから、みんな持ってるんですよ。でそれを毎日毎日ですね、自分の、自然治癒力、こういったナチュラルキラー細胞とかで殺してるわけですよね。だいたい1日いろいろ言う人いますけど、昨日の話では6000個くらいできてると、だいたい5000とかね、まあ、3000から6000、これ人によって違うんですね。だからストレスの多い人ほど毎日多くできますよね。だからストレスそんなないと、いつもこう笑ってニコニコしてる人は少ないと思います、当然ね。だからまあ人によって違うんですけど、だいたいこんだけのこうあのがんができてる、がん細胞が生まれてるんですけど、やっぱその都度その都度、我々っていうのは消していってるわけですよね。だから、そういうふうにすればいいんですけど、がん細胞を増殖させるですね、方法っていうか、がん細胞が増殖してしまう一番強いやり方っていうのは、これはですね、病院のですね、がんの告知なんですね。告知、告知することによって、がん細胞がもう一気に増殖する。何でか分かりますかね。ストレス的な要因ですよね。あなたは余命3ヶ月ですって言われたらどうです。もし言われたらもうやってられないですよね。もうめげますよね。あ、もう自分はダメなんだって。もうそれが実はがんをボーンと増やす一番の原因ですね。だから不安とか恐怖とかそういうもの、不安とか恐怖を与えられると人間ってもう一気にストレスで増えてしまいますから、よくあの1日で、黒髪がね白髪になるとか言いますけど、あれもやっぱり本当になる人いるんですね。だからストレスってそれほど劇的に体の状態を変えてしまうっていうことですよね。この告知されるだけで NK 細胞は、10分の1になっちゃうんですね。まあ人によって違い増減あるけど、だいたい10分の1になっちゃう。もうそんだけ免疫下がったらやっぱりいろいろね来た時に耐えられないですよね。そういうことでやっぱりなるべくですね、まあもう普段からね、まあ、テレビでも面白いテレビあったら見てですね、笑っとく方がいいですよね。まあ、笑えなくても笑う方がいいですよね。うん、でそうなんですよ。実は笑う嘘笑いでも免疫上がってるんですね。うん、だからもう旦那さん面白くないこと言ってもですね、もう笑ってたらいいんですね。そうすると旦那さんも満足してですね、ね、お互いまたいい関係になるということですから、そういうふうにしとくということで、やっていただければと思います。であとはですね、その最後大往生したいですよね。